ニューヨークマンハッタンの6番街55丁目にあるロバート・インディアナのラブ東京の新宿アイランドタワーに同様の作品があるが V と E の字の間に挟まらず通れると恋が成就するなどの噂が広まりデートスポットと化すなど日本独自の需要が見られるパブリックアートとは美術館やギャラリー以外の広場や道路や公園など公共的な空間に設置される 芸術作品を指す。設置される空間の環境的特性や周辺との関係性において、空間の魅力を高める役割を担う公共空間を構成する一つの要素と位置づけされる。記念碑的なものより象徴的なもの、コンセプチュアルなもの、建築の壁画、音、風、光などを利用したものも含まれる。イギリス北部ゲーツヘッドにあるアントニー・ゴー・ムリーによる、 巨大、オブジェ、エンジェル・オブ・ザ・ノース・スペイン北部、基本にある、エドアルド・チリーダの作品、水平線来山パブリックアートの目的は、である。銅像や彫像、石碑などの記念碑が古来より、広場や街角などの公共空間に設置され、第二次世界大戦後には、オブジェなどが置かれるようになっているが、素材は青銅、石のほか、他の金属、樹脂、水、映像、 パフォーマンスアートなど、物質にとどまらず多様化している。表現形態も、具象的、抽象的な彫刻のみにとどまらず、ベンチ、街灯、噴水などを兼ねるもの、造園、造形された庭園のような空間、ある種の公園、広場、建築、橋など、公共空間に意図を持って設置された、芸術的要素の含まれるものは、パブリックアートと考えられる。 またパブリックアートのある空間は通常道路や広場など公共が所有する土地であるがビルの足元にある公開空地など誰でも立ち入れるようにした私有地にあるオブジェもパブリックアートに含まれると考えられるこの用語は第二次大戦後のアメリカ合衆国で誕生しヨーロッパに広まった日本には1990年前後に用語や概念が導入されたが それ以前にも野外彫刻などの名で実践されていた。パブリックアートという語は各国の美術界の中で重要なものになりつつある。設置を依頼する政府、自治体、企業、設置される場所のコミュニティや住民、設置を企画するキュレーター、設置する土地の特殊性に対応することを考えコミュニティとも協力しながら作品作りを行う美術家など、 多数の人の協力や理解によって多くの作品が作られている。ピラミッドや外旋門など権力者らが設計、建設させたモニュメント、あるいは街角の記念碑や銅像などは最も歴史が古く誰でも見たことのあるパブリックアートであろう。ここでは建築物の細部を飾る彫刻、もしくは建築物自体が公共空間や都市を芸術作品で満たし、 活性化させるというパブリックアートの定義を満たしているとも言える。近年、建築物や建築軍が作り出す環境が、オブジェストリートファニチャーライトアップグラフィティなどのパブリックアートが対峙する対象となったり、あるいは建築物自体がパブリックアートとして見られるようにもなった。パブリックアートとする意図を持って制作された彫刻は、ギャラリーや、 美術館など室内に展示されるための彫刻とは違い、強風などで壊れたり落書きなどで荒らされたりすることを防ぐべく耐久性のあるメンテナンスしやすい素材で作られることが多い。しかし芸術イベントの間だけなど一時的な設置のために制作されるものは材質も壊れやすいものを用いることがある。高級展示される作品は建築物の新築や改装、 公園や街路に対する作り系の際に建築や公園の一部として設置されることも多い。パブリックアートはその土地を所有管理している政府、自治体、企業の承認や協力の下で設置される。政府の中にはフランスやアメリカのように芸術支援政策として新築建造物の建築予算の1%を芸術関係に使わせる。 パーセントプログラムを施行するなどして、パブリックアートの制作、設置を支援するところもある。パブリックアートの制作者は、ミケランジェロ、パブロ・ピカソ、ジョアン・ミロラ、この用語が登場する前から、公共空間のための作品を作っていた巨匠から、クレス・オルデンバーグ、ピエール・クランシェなど、主に公共空間のために制作している、近年の作家、サンティアゴ・カラトラバラ元来建築家、 構造設計家であるもの、その他建築や空間に落書きなどの形でゲリラ的に干渉する無名のストリートアーティストまで様々な範囲に及ぶ。公共空間のために制作する芸術家の中には室内に入らない巨大な作品の制作のために野外での制作設置を積極的に行う人物もいる。1960年代以降、ロバート・スミッソン。 リチャード・ロングなどのランドアートの作家や、クリスト、アントニー・ゴームリーのようなインスタレーションを行う。作家らは、サイズにとらわれず、作品自体も永続しない、野外空間を好んで制作の場としていたが、こうした野外空間で、環境と相互作用する作品作りや、環境との調和を図った作品作りが施行され、クリストらのように多くの関係者を議論に巻き込む、 公共性を帯びる作品を作るようになった者も,もいた。パブリックアートは美術館などで鑑賞者一人ずつが体験する絵画や彫刻などの美術体験とは異なり、日常空間の中にあり、不特定多数の人々が同時に体験することができる。ここでは、作家の個人的表現や鑑賞者の個人的体験だけでなく、作家にはより公共に開かれた表現が要求される。 一方で、干渉する側も共同で体験し、その経験を交換し合うことで、新たな公共性の創造や共同体の活性化が期待されている。オーギュスト・ロダン、カレー市民、フランスカレー視聴者前。イギリス軍からカレー市民を救った14世紀の6人の市民の像が発注されたが、苦悩を前面に押し出したロダンの作品は、政府から英雄的でないと拒否され、 長らく視聴者前に置かれなかった公共空間での芸術活動の歴史は古代から連綿と続いている。共同体が共有した洞窟壁画や集落の石仏などの偶像や都市民が資金を出し合った彫刻や教会、権力者が都市や国土を総例にするため作らせた彫刻、建築なども公共的な芸術と言える。近代に入り、 芸術の自立性が確立した後、芸術は芸術家が個人的な表現のために行うものへと変わっていったが、彫刻家は政府や市民の求めに応じて公共空間に置く記念碑的な像の制作を手掛ける機会も多く、オーギストロダンの華麗市民などのように公共の発注で優れた表現が市内に置かれることもあった。パブリックアートが生まれたアメリカでは、 大恐慌後の1930年代、ニューディール政策の下で、公共事業促進局の手で、連邦美術計画が進められ、多くの失業美術家を雇って、壁画や公共建築の彫刻を作らせるなど、芸術家支援策が行われた。政府が直接芸術支援に介入した、この政策で、市民の身近に芸術作品が行き渡る効果が得られた。その後、 戦後アメリカでは連邦政府や地方政府が芸術家支援のため積極的に芸術作品を発注したほか1950年代から1960年代の都市再開発政策の中で都市に芸術作品が置かれるようになりパブリックアートという言葉が誕生した特に代表的なものが建築費の幾分かを芸術品購入に当てさせるパーセントプログラムである 1950年にフランスで国家の芸術支援策の一環として1%プログラムが導入された後、1959年にはアメリカで初めてフィラデルフィア市が制定し、1963年には連邦政府がパーセントプログラムを制定するに至った。1965年には全米芸術基金が設立され、パーセントプログラム施行や、 パブリックアート支援を財政的に裏付けている。また、ヨーロッパ各国、アメリカの各州、各都市、オーストラリアなどで、パーセントプログラムは導入されている。日本でもパーセントプログラムの法制化に向けた運動が起こっている。法人単位では、西南学院大学がパーセントプログラムを導入している。パーセントプログラムでは建築費の数パーセントが、 芸術品購入に充てられるよう要求されるが、実際の政策には様々なパターンがある。カナダのケベック州は公的予算で立つすべての新築ビルに対し、建築費の1%を芸術品に充てるよう定めている。ニューヨーク市は市の所有するすべての公的建築で、建築費の最初の2000万ドルのうち最低1%を2000万ドルを 超える部分については0.5%以上を芸術品に充てるよう法律化している。どの建物でも最大40万ドルが芸術品に使われることになる。これに対し、トロント市は建築費の総額1%をパブリックアートに充てるよう定め、その上限を設けていない。イギリスでは、パーセントプログラムは地方自治体の自由裁量で決めることができる。 大規模開発による外部不経済の埋め合わせを自治体が開発業者にさせるタウンカントリープランニング法106条行為の中でパブリックアートの予算も開発業者に出させているが負担割合は個別案件ごとに交渉され滅多に1%に達することはない日本では山口県宇部市が1961年に時和公園で行った宇部市や外彫国展をきっかけに 1964年より、買い上げた彫刻で市内を飾る事業が策定された。また、1963年には、神戸市が、つまり休公園現代彫刻展を開始し、同様の買い上げと市内設置事業を行った。宇部と神戸の両方がそれぞれ重ならないよう学年で、野外彫刻展を行い、共に買い上げた作品で市内を飾り、 市民文化の啓蒙を図るようになったことは、日本各地の都市に影響を与えた。地方の時代が強調されるようになった1970年代後半以降は、野外彫刻展、彫刻公演、彫刻の散歩道、シンポジウム開催など、彫刻のある街づくりが各地で競うように行われた。一方、横浜市は1968年より、 大通公園などに有名作家の作品を置くようになったが、これは市民教育のために彫刻を置くた都市の理念とは異なり、大通公園や公共空間の、ひいては横浜の都市としての魅力を増進するためのものであり、彫刻によるちづくりといえるものであった。後には、宇部や神戸他各地の都市でもこの考えは導入されるようになった。埼玉県東松山市では、 著名な彫刻家、高田博敦一人に絞った作品を、駅前の路上1キロメートルにわたり展示する、高坂彫刻プロムナード、高田博敦彫刻群を1986年から展開している。1990年代の、北川フラムのディレクションによるファーレ立川や南城、文みのディレクションによる夢を追うかなどの事例も有名である。また、 上記のような自治体主導の取り組みとは別に、企業等からの協賛をもとに、駅や空港などの公共空間に、壁画や彫刻等の設置活動を行う、個別団体も存在する。バンクシーによるグラフィティパブリックアートは、政治目的で使われることもある。例えば、ロシア革命とロシア内戦の時期、ボルシェビキによって、公共空間への芸術作品設置が広範囲に、 行われた。ウラジーミル・レーニンは、この時期、ソ連の各地の芸術家に、革命の英雄たちの像を作らせ設置する政策を進めるようになった。彼は、革命時の社会におけるこのような芸術は一時的な、ものであり英雄崇拝の発生は避けなければならないと主張したが、この時期の記念碑的彫像の反乱は、しばしば、ヨシフ・スターリン時代の個人崇拝や、 社会主義リアリズムによる彫像の乱立と関連づけて語られている。新進の芸術家たちは落書きや作品の無断設置などゲディラ的なパブリックアート制作を彼らの芸術的アイデアの宣伝や観客との検閲抜きの交流の確立のための機会と考える傾向がある。これらのうちいくつかは永続しない素材で作られた一時的な インスタレーションやパフォーマンスの形態を取ることもある。またグラフィティの場合、単なる器物破損行為とアートとの境界は曖昧である。キース・ヘリングのような美術家は、ニューヨーク市地下鉄や校内の広告ポスター出向者の許可を得ることなく、ポスターの上に落書きすることで初期の作品制作を行った。無断で美術館などへのゲリラ展示を行ったことで近年有名になった。 バンクシーは各地の壁面にステンシルを使った落書きを続けている。都市ではこうしたパブリックアートは自然発生的に現れるが市民の支持を得る場合もあれば環境を悪くすると市民の反発を受けることもある。また行政としては無許可の落書きは違法なことから厳しい対処をせざるを得ず、欧米では作者との間の政治的論争に発展する場合もある。 パブリックアートは政治的主張を訴えるにも効果的な道具である。権威主義的、全体主義的な国家では政府が建てる彫刻や支持者に描かせる壁画は大衆操縦とプロパガンダの手段として使われることもある。また北アイルランドベルファストの有名な壁画群やロサンゼルスの政治的落書きのように公共空間である壁面に 自分たちの政治的意見を認めさせようとして、自発的に絵画が増えていくこともある。紛争や深刻な社会問題があり、人種的、宗教的、社会的に人々が分断されたコミュニティでは、対立する人々同士の対話の手段としては、これが唯一有効な方法であり、将来の紛争解決への第一歩とも期待できる。リチャード・セーラ、 フルクラム、ロンドンのリバプールストリート駅の入り口で客を迎える、コールテン構成の16.8メートルの高さの彫刻パブリックアートが増えると、中には自治体が横並びで行う安易な事業が批判されたり、表現をめぐって論争の起こる作品が出現することもある。パブリックアートが起こす不快感や、手入れの悪いパブリックアートが誰からも相手にされず、放置されている悲惨な状態は、 しばしば彫刻郊外と揶揄される。彫刻のある町を目指して多くの彫刻が作られたような都市では、しばしば当時の市当局だけが熱心で、市民から作品が有利していたり市当局の公認者が不熱心になることもあり、後日市民からの反発が起こったり、市民からも役所からも関心が失われ、結果メンテナンスが行われず汚れて、 見苦しくなる作品や壊される作品が出る場合もある。設置される場所のことを考えず、美術賞や野外彫刻コンテストから購入したものを適当なところに置いた彫刻は、地元コミュニティに無視され放置されたり、その場所に対し小さすぎたり、大きすぎたりして、干渉に耐えなかったりすることも多い。また野外彫刻に多いラフ像は、かつて自由、平和、 青春など、各時代のイデオロギーの象徴として、しばしば公共の場に置かれたが、近年では、フェミニズムの観点から、なぜ女ばかりが、しかも、裸で置かれるのかとの批判を浴びることもある。個人的な表現と公共性とが衝突することもある。最も有名な例は、1981年以来、ニューヨークのフォーリースクエアにあるジェイコブ・ K ・ジャビッツ。 連邦ビルと合衆国国際貿易裁判所に囲まれたフェデラルプラザに置かれていたリチャードセラによる長さ36.6メートル、高さ3.66メートルの長台で湾曲した鉄の彫刻、傾いた弓形が起こした論争と裁判である。セラは非常に高く評価されている彫刻家であり、全米芸術基金の推薦もあって連邦ビル新築にあたって、 パブリックアートの制作依頼を受けてこの作品を設置した。プラザを分断するような弓形の壁が周囲の空間のあり方を変えたことを高く評価する意見もあった。しかしプラザを行き交う市民からは交通を遮断するプラザを圧迫して不安な気分にさせる物陰ができて防犯上危険、鉄サビが風で目に入ったなどの理由から評判が悪く、 ついに撤去を求めて裁判が起こされる事態となった。この裁判に関する大量な報道は現代美術や芸術家に対する反感を煽ったほか、美術界や都市づくりに関心のある人々に今でも美術と公共性をめぐる話題を提供しているが、1989年にセラが自主的に作品を撤去することでこの事件は一応決着している。ありがとうございます。